不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。匂いついてるね。ここにご遺体があったと思われる。誰にも見取られず、一人部屋で最後を迎える孤独死。孤独死が起きた部屋の原状回復を行うのが特殊清掃という仕事だ。さまざまな特殊清掃の現場を密着取材した楽町チャンネルの動画は、これまで大きな反響を呼んできた。部屋に残された人生のかけら、取材から見えてきたものとは。今回は総集編。これまでの取材の内容を振り返る。まずは特殊清掃の工程を丹念に追ったこちらの動画から。孤独死、現在日本が抱える問題の一つである。孤独死は高齢者がほとんどだと思われがちだ。しかし最近では晩婚化や熟年離婚などによる一人住まいの増加から、40〜50代の中年層でも起こりうると言われている。楽町編集部は孤独死が実際にあった現場を特別に取材することに成功。特殊清掃がどのように行われているかを追った。孤独死があった部屋、依頼主は孤独死をした当事者のご遺族。ワンルームの部屋で、奥の玄関開けてもやっぱ空き缶とか弁当の食べたカスがバーッとあって、で奥の方で亡くなられてたみたいな。まずはその玄関周りからどんどんゴミ片付けてってスペースを作って、で奥の方行ってっていう形になると思います。まあ、やっぱりマスクされてた方がいいかな。扉の外にいるだけで、あ、この部屋だなってやっぱり分かります。分かります。これもタイベックスを作業服ですね。こういう状態で。今決まって着るもの。そうですね。自分たちも汚れてしまうのもあるんで、やっぱりこう、作業しながら汚染されないようにしなきゃいけないので、はい。室内に入る前には供養の意を込めてお香を焚く。中に入る。やっぱりお酒がこう多い人は多分亡くなったのも多分肝臓とかそういうのの病気で亡くなったのかもしれないですよね。うん、もう買いに出るのも億劫になっちゃってるような人っていうのは本当に通販でもう頼んでっていう方もいっぱいいらっしゃいます。その方見た限りだとそういったものないん でビニール袋がいっぱいあるんで、多分スーパーとかどっかで買ってきて、で部屋で飲まれてたんです。清掃には2種類、一般清掃と特殊清掃がある。一般清掃はゴミや家具の撤去、特殊清掃は遺体から出た体液や匂いの除去である。まずは一般清掃から始めていく。お願いします。
まあ、これはアルミ缶を鉄でリサイクルできるんで、リサイクルします。はい、で汚れてるやつはリサイクル効かないんで。資源ゴミか、もう廃棄するものか。そうですね。まあ、資源ゴミですよね。家具なんかは、新しければ、古くても傷ついてなければ大丈夫です。ただ、ここの場合も匂いがついちゃってるんで、はい、ほぼほぼ廃棄ですよね。なるほど。森林にやっぱ迷惑になってしまうので基本的には閉めて行います。中にある当然汚染されている部分もその物理的な撤去と、はい、家財にももう匂い染み付いているので、はい、まずは全てそれを撤去して、はい、その段階で内装もここは全てクロスであったり剥がしてフローリングも剥がして物理的にもう匂いの元となるのがなくなった状態で初めて消臭作業に入る。部屋の外では次々とゴミをトラックに積んでいく。この後また冷蔵庫とか大きいものが入るのでちょっと自分も入れるの考えながらやってるんですけども、はい、エレベーターちょっと匂いが残ってしまって他の住人の方が結構匂いでダメっていう方いると思いますので、はい、できる限り階段使うってことで遺品はゴミとは別にまとめていく。これも取ってあったんですね、うん、ご遺族の方が最終的には入っていただくことにはなっているので、はい、その段階で引き渡すっていう形ですね、うん、最後まで遠方に住まわれている方で入れない時もあるんで、うん、その時は、まあ、やり取りをしてご郵送であったりもしてます、はい、書類なんかは、まあ、個人情報を絡むようなものは当然取っていかなきゃいけないですし、はい、あとなんかポスティングしたチラシとかああいうのはもういらないんで捨てちゃいます、はい、中身見ないと分かんないよね、あいつはとりあえずまとめとああいう感じでまとめといてある程度整理が終わってからまとめて引き渡しの時にこういうの出てきたんで確認してくださいって渡します、ね、床が見えてきた。家具や寝具も撤去していく。そうですね、まあ、現場の状況にもありますけどね。2時間後、一般清掃がおおよそ終わった。特殊清掃に移る。まず表面にある体液を少し除去して、はい、でこれ、まあ、クッションフロアなんで剥がして、床下の状況を確認を、はい、次亜塩素酸ナトリウムとか殺菌効果と洗浄の効果があるんですよね。あとは安定化二酸化塩素とか基本的には化学反応で、まあ固体由来の油分であったり血液であったりを効率よく除去するためのものを使ってます。最終的にはこれ床全部剥がしちゃうんですけど、はい、ちょっと今一番ひどかったところは様子見てみたいんで、はい、部分的にちょっと剥がしてます。少ないですけどここのやつつなぎ目があるじゃないですか。1枚じゃないんで、はい、ちょっとこのつなぎ目の隙間から落ちたりしちゃったりすることあるんで、はい、木目調のクッションフロアを剥がしていく。どうやらクッションフロアの上にさらにクッションフロアを張っていたようだ。クッションフロアの隙間から体液が入り込んでいた。さらに奥に浸透している可能性がある。この段階でやっと窓を開けられる。そして初めてベランダを片付ける。僕らだったらだいぶ朝来た時5分の1ぐらいまで
次に特殊な消臭剤をかけていく。今こう電気が死んじゃってるんで消臭器が回せないんで。数分後、匂いはだいぶなくなり、マスクがいらなくなった。清掃後は先ほどまでの状態を感じさせないほど美しくなった。しかし、清掃業者によっては表面的な部分だけをきれいにする場合もあるという。さっきの一番上のやつあったじゃないですか。あの上だけを拭いて、見た目はきれいですよね。はい。特殊清掃やりました。っていう会社が多い。特殊清掃終わりました。拭き渡しました。なんかまだ匂いするんですけど、やっぱり絶対クレームになります。大社の、まあ、遺族の人とか、管理会社さんとか、大家さんとかは、特殊清掃業者がどこまでの作業をやるのかは、ちゃんと見積もりに来た時とかに確認はした方がいいですよね。で、その人は待機回ってませんか、大丈夫ですか、どうやるんですかっていうことは確認された方がいいです。絶対熱々と匂い出てくるんで。さまざまな案件に対応するという清掃業者。一体、どのようなケースがあるのだろうか。業者もあれば、自らっていう方もある、自殺の現場もあるんで、いちいち聞かないですよ。聞かないんですけど、部屋に入るとか分かる、分かります。部屋中が目張りしてあって、部屋の隅に練炭が3つぐらいあったりとか、練炭とかは、浴室とかで練炭、多いですよね、うん、狭いじゃないですか、うん、密閉しやすいじゃないですか、うん、で中には誰も気づかれないようにしてくださいっていう傘傘も僕はなくなってますけど、例えばみんな、女性、今は問題で女性の人が片付けられなくて部屋が散らかっておくっていう人数もあるんで、なのでうちは女性だけの舞台があるんですよ。やっぱりプライバシーがあるじゃないですか、女性の部屋なんです。そういうのをやるために女性専用部隊を組んでるんですよ。あとはペットですね。猫は部屋の中で立ってて、もう糞尿だらけで近いとか。そういうのも、この特殊清掃の技術で使えるんで、匂いを消すっていう意味ではやっぱりプロじゃなきゃいけないんで、今は亡くなった人の匂い。あとゴミ屋敷はゴミ屋の匂い。ペットはペットの匂い。火事があった現場は火災の消臭。孤独死はどのように発見されることが多いのだろうか。水道光熱費、自動引き落とし掛けてる人だと、亡くなっちゃってても、ずっと家賃とか電気代、構造から引き落とされてきたりすると、うん、管理会社とか大家さんはやっぱ気づかないじゃないですか。はいはいはい、ずっとお金支払われてきてる。やっぱり気づくのが異常、何か異常が気づくっていうと、うん、例えば郵便受けにも郵便がいっぱいになっちゃってるとか、はいはいはい、あと匂いとかで、はい気づいて、入手の人とか関係者に連絡して中見てもらうとか、いうこともあります。孤独死なのではと疑う基準はあるのだろうか。冷蔵庫にずっとしまいっぱなしになってた古い醤油とかあるじゃないですか、はい、ちょっとなんか焦げてるような、ああいう感じとか、なんか最近スムージー系のなんか飲み物って結構あるじゃないですか、はい、あれでなんかいろんな野菜が入ってるなんとかみたいな飲み物があったわけです、はい、それを買って飲んだ瞬間、うん、こういう現場で寝てるなって思われたんですよ。何だったか分かんないけど、コンビニで今なんかいろんな野菜とかフルーツをこうミックスしたやつとか売ってるじゃないですか、はいはい、あれでありましたね。体液も性別であったり年齢であったり、あと体型によって全然違うんで、多分この方はそんなにがっつりした体型の方じゃなかったなと思う。やっぱり体が大きいってことは脂肪がついてるわけじゃないですか、はいはい、脂肪って結局油なんで、はい、なくなるとやっぱりその油分が広がるんで、はい、でちょっとこう、車のオイル交換した後の古い汚れたオイルをこぼしたみたいな。もし自分が大家だとして、所有物件で孤独死が発生した場合、どうすればよいのだろうか。まずはやっぱり一番最初警察ですよね。警察電話してもらって、はい、で警察も結局事件性とかがなければ
中入ることできないので、ね、うん、そのためには多分管理会社と大家さんが鍵を開けてっていう状態になると思うんで、大家、うん、さんも多分勝手に開けて入ることできないと思うんですよね、はい、警察通報して警察と一緒に立ち会いで入ってもらうってなると思うんで、あとは保証人がいれば保証人ですとか連絡取れるご遺族の人がいればご遺族に取ってもらってっていうのがまず最初だと思いますね。孤独死対策はあるのだろうか。おそらくそれって今あの各自治体であったり行政の方で頭を悩ませている部分だと思うんですけど、うん、まあ、見守りって言われる部分で、例えばお弁当屋さんとかあるじゃないですか、今、うん、見守り弁当とかお弁当配達するのと同時に、うん、あの確認も取ってくれるみたいな、うん、まあ、当然ご家族とかでしたらそういう、まあ、こまめに連絡を取るとかでできると思うんですけど、亡くなる方ってやっぱり独居一人の方が多いので、まあ、それこそ行政とかで今頭悩ませている部分だと思うんですけど、防ぐのってどうしても難しいと思うんですよね、はい、家の中まで帰ってきてまでって大家さんってやっぱりできないと思うので、はい、大家さん側としてみればやっぱそういうこういうことがあった時のための損害保険みたいな皆さん入られてると思うんですけど、こういう仕事してるとまだそういう保険に入ってない大家さんとか結構いるんで、保証人探してるけど出てこないとかそういうこともあるんで、どうしてもお金が費用が発生しちゃうと費用負担どうするのっていうのは必ず 出る問題なんで、まあ、あとは生活保護の方の場合でこうだと行政だと出せる金額って決まっちゃってるんで、じゃあその出せる上限を超えた部分のお金じゃ誰が出すのって大家さん、大家さんしかいない。行政サービスでなんか部屋にこう人感センサーみたいにつけておいて、在宅してるんだけどもなんか 何時間とか人の動きがなかったりするとなんか自動で通報したりとかつけたりしてることもあります。警備会社が飛んできて安否確認したりとかっていう、はいはいはい、民間のなんかこういう家電製品とかもなんか遠隔でなんかポットいつ使ったのか最後にいつ使ったなんかテレビの CM とかにもやってますよ ね、はいはい、そういうのもやっぱりこれ見守りの一つの形だと思います、はい、費用はどれくらいなのだろうか。最初にあの、まあ、ご連絡をいただいて、はい、お見積もりという形で事前に伺うんですけど、その状況で決まります。ただまたリフォームが必要ってなると場合によっては判断できないこともあるので、はい、全て終わった後で改めてリフォームに関しては見積もりさせてくださいっていう形ですかね。ゴミに関してはあの、まあ、基本的にはその一般廃棄物の許可を行政の許認可なので、うん、持ってるのを呼んでお客様と直接あの実績っていうんですけど、その場で、はい、あのじゃあいくらですって実際積んで、はい、あのお客様とお話しいただいてお支払いしていただくっていうケースが一番多いですね。費用を抑える場合だと、はい、ゴミを直接お客様がクリーンセンターに持って行っていただくとかっていう方法もあったりするんですけど、約50万部屋に誰かが入れるまでの状態にするっていうのがパック料金になるんですよ。7万8300円、うん、でそれにプラス例えば床を切んなきゃいけません、壁紙剥がなきゃいけませんってなるとプラス1万円とか2万円とかっていうのがプラスになっていくような形ですね、はい。まあ、オプションとして壁紙剥がしですよね、はい、壁紙剥がしとあとオゾンダッシュ3日間で見てると思うんでそれで5万円っていうところと特殊清掃と残地の片付けです。でゴミが多かったんで今人多めに入れてあるっていうところで多めに見積もってあるんですよ。高いかなっていうところですね、うん、特殊清掃だけだって糸がかかっても20万ぐらいかなっていう気はするんですけど、まあ、中には倍ぐらいの金額の会社さんもあるとは思うんですけど、そうですね、その分人やっぱり2人ぐらい多めに入れてるんでというところですね。本日の作業が終了した。依頼者に報告し匂いが取れるまで補填期間として定期的に特殊清掃を行う。補填期間は匂いを計測する機械を使いながら確認を取るなど納得してもらうまで続くという。夏に向けて孤独死案件が増えると大村さんは話す。
この日も別の現場へと向かった。楽町チャンネルを運営するファーストロジック、私たちは誰もが安心して不動産投資ができる社会を作っていきます。この思いに共感してくれる方、私たちと一緒に働きませんか。続いては特殊清掃員や遺族の思いにも迫ったこちらの動画。私は転職して1年半ですね。前職は消防士をやってました。いやー、なんででしょうね、東日本大震災がきっかけなんですけど、東日本大震災があった時は当時の職場ですか、職場にいたんですけど、テレビで、津波の映像とかやってたじゃないですか。いや、それを見てもうなんかそっちの生々しい世界の方に行きたいなというか、そういう世界で働きたいなっていうふうに思ったんですよね。でちょっと頑張って勉強して、うちの代表の言葉でもあるんですけど、もう困ってる人がいる、ただそれだけだよってよく言われるんですけど、その通りで、うちのお客さんって全員困ってらっしゃるんで、その人を助けたらいいっていう、シンプルな仕事かなと思ってますけど。本、雑誌とペットボトルを片付けたら意外と綺麗になるんじゃないかなみたいなことは考えてます。火災からね、中央環状線の方行って、アパートの1階の一室なんですけれども、孤独死という形で亡くなりになられて、そのままご家族からのご依頼でお片付けという形になるんですね。ちょっと体がご不自由だったということは伺ってまして、どうしてもその日常生活も結構いろいろ難しかったみたいで、中が要はゴミがたくさんあるような状態になってしまっているので、お亡くなりになられてから発見まで数週間経ってしまってますので、49かな、とりあえず弟が不乱したいで見つかったってことで、この間大家さんに開けてもらって、とりあえず中見せてもらったんですけど、ちょっとよくテレビとかで見てたゴミ屋敷みたいな、そんなような状態ですよね。よくここで住んでたなと。とりあえず不乱状態がひどいってことで、見ても本人とは分からないだろうと、そんな状態ですからね。自分も
見てわからないんだよ、ね、見ない方がいいかなって。顔は見てないし、仮装の時も普通だったらまあ顔を見てから仮装すると思うんですよ、今までのルールを。まあそれもだから開けずに仮装に入った状態ですから、うんうんうん、であの手前の部屋からもう片付けちゃおうってことなんで、はい、4人の中入れちゃいます。出せそうなのバンバン出しちゃっていいです。はい、了解です。大量にありすぎちゃってちょっとどうしちゃって、こっちにちょっと集めちゃっていい？集めたい。パッとこう見た感じ、はい、何が多いかっていうところで、今腰だったら腰が多いんで腰だけ集めて、はい、そういうあれでやってます。はい、あ、でも全部本だ。その人結構重いですよ。いいよ、はい、これ本です。重たいです。間に手紙とかが入ってることがあるんで、まあ、一応一回確認はしてるんですけど、領収書ですとかそういうものも全部含まれてるんですけど、はいはい、まあ、個人情報のものですね。今、冷蔵庫最後でもいい？ああ、こっち置きました。大丈夫、生産しましたから。お父さん、どっかに電池入れるの作って。腰出せるかちょっと聞いてもらっていいですか。腰出せるか聞いてもらっていいですか。そうですね、ここ片付けない限り出てこないから、ね、だからとりあえずやる分担決めてよ、はい、誰が何やるか。
てきます。はい。これコンセント繋がってる？はい、外しました。ごめんなさい。お願いします。はい。庭からの経路行けるようにはなってるんで、窓からも出せます。あった。あ、いいですよ、いいですよ。まあ、ペットボトル、変な話、ペットボトル、中でおしっこされてるっていうところがあるので。じゃなくて、おしっこですかね。これ汚染されてない。はい、星ちゃんさ、亡くなってた場所どこ？はい、バランスが悪い。ここです。今茶色くなってるのが多分、はい、ね、だから多分頭がこの辺だと思います。まあ普段ここで生活多分してたんでしょうから。はい。ちょっと一回聞いてみましょう。はい。いや、なんか電話もつながないっていうか、まあ、持ってないような、家電も使えないような状態だったんで、まあ、実際連絡があるのは弟の方から母親に連絡があるぐらいですね。でも最後に会ったのも確か父の法事の時にうちに来て、ぐらい前ですかね。まあ家賃の方はとりあえず生活保護を受けてからはなんとか払ってたみたいなんですけど、まあ、その前は結構払えなくて親に泣きついてたらしいんですよ、うん、で弟の方が割とわがままなんで、うん、結局何か言われるのが嫌みたいな、勝手にさせてくれみたいな、会おうとしなかったんですよね。自分も困った時だけ母親の方には電話だなとかしてたみたいですけど、いや、こうなるんじゃないかなっていう、なんとなくはそういう気持ちが先に立ってたんで、びっくりとかそういう気持ちよりも、まあ、ここまでは大丈夫。ああ、ここからがダメだから。ああ、お酒なのか、おしっこなのか。これ多分おしっこだと思われる。よし、よしとかだったのかな。床屋さんとかを使う、ハサミですよね。ただもしかしたらそういう仕事されてたのかもしれないですね。いけないっていう、あえてそういうのは聞かないですね。ちょっと一旦倒す。汚染は、まあ、要は血ですとか脂肪とかそういうものですね。早くに、亡くなられてて溶けた場合っていうのは、例えばウイルスとかいるかもしれないので、まあ、こう皮膚とかにつかないように極力はもう触らないっていう。これダメ、汚染。
こっから汚染されてるから、ここがそうですね。これが汚染されて、これがもう完全に体液なので、こういう色が変わってるところはもう汚染されてるとこですね。これハエの卵です。ハエの卵っていうかまあ、ウジ虫からハエになる時の、さなぎっていうんですか。寺さん、一旦布団、汚染布団出すからさ、ちょっとそこにいて。いい？はい、いいですよ。で、ヒロさん、次細かいの出すからさ。はい。はい。どっちが？これ貴重品ですね。写真とか通帳とか貴重品は一旦箱に入れといて後ほどお客様に渡しますので、まあいろいろ想像してしまいますけどね。全部片さえないと多分これ取れない。あくみつどんどん送ってきちゃいます。これは後でもいいですよ。ありがとうございます。ここら辺がそうなのかなっていうところです。今そこあるじゃないですか。この、そうですね。これ入ってるの？これなんで？これって、体液をハエが、ちょんちょんって歩いてそのまま飛んで、ここにペタッとくっついた状態ですね。だから要は変な話、これくっついてるのは、体液になります。
ってないとちゃんとつなぎ目っちゃつなぎ目ですよ。そこまで入ります。入れるの、うん、おお下畳の下までは体重回ってないと思うんで、この辺がちょっと色が変わってくるんで、これ綺麗だよ。これ私こっちだと思って、こことですね、ちょっとここにも布団がまたがってたので、ああ、そっかそっか、うん、これなんか入ってるよ、人変ですね。あ、これ普通にか、はい、お金とか、うん、これかな、これか、何なんかしてるの、なんかこれ出てきてるの、これ一応その体液とかに、うん、もう一枚めくった方がいいでしょ、ちょっとこれ、まあ、どこまで現状復帰をやることにするかというお話になるかと思うんですけど、まあ年数借りてた分だけで、まあ、その普通に汚れるのも普通のことなんだから、だからその辺がどうなのかなって思うんですね。家賃とかで10年借りてれば、それに汚れるのが当たり前の汚れだから預かってるでしょ、だからそれまあそれでね、それはきっちりそれでやってもらうって。じゃあ何かありましたらまた明日帰ってもらう、カバンですね。いつになったら慣れてくれるんだろう。ご飯あげれば慣れる。ご飯あげないと。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。雨の中。一応連絡事項として明日、まあ、オゾン消臭本来やる予定ではあったんですけれども、一般の清掃のみという形になりました。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れました。疲れました。大体こんな感じです。でもまあもっと遅い時は遅いんで、今日早く終わった方ですね。あの差し入れしていただいたりっていうのはよくありますね。ありがたいですね。こう綺麗になるんですけど、結局まあ壁紙はどうしようもないんで交換しないことにはって感じです。美味しいです。染み渡ります。頂戴します。これがうちの腸なんですよ。あ、そうですか。これは持ってる。
どうするかもな、もうね、もう年も年だから。でもちょこちょこっと手を加えて2万円でも3万円でもこのままずっと使ってくれるなんて過ごしているかもしれないし、いないかもしれない。その値段だったらすぐ飛びつきます、ね、飛びつく、うん、そんな安い値段だったらこの広さ、うん、ね。じゃあこれでよろしいでしょうか。お泊まりさせていただきます。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、でもまあ、そうですね、午前中いっぱいぐらいで考えてはいましたので、予定通りですかね。まあ、お客様は喜んでいただいてましたので、良かったなとは思います。我々の仕事って結局、あんま忙しくない方がいいのは間違いないんで、そこは業界団体の方でもいろいろね、そこをなんとかするような活動はしてるんですけれども、やはり行政とかそういうところに頑張っていただいて孤立死が減っていったらいいなというふうには思います。まあ、他の人にできない仕事なんで、できるか、できる人間がやればいいと思ってやってますので、うん、そういうことじゃないでしょうか。最後はコロナ禍における孤独死急増の実態に迫った動画。まずその遺体が見つかるまでの期間が非常に伸びてるなっていうのが、あのコロナ禍の孤独死の特徴かなって思いますね。もう本当に最初入った時はもう入り口のところがもうずっと腰までね、お荷物ねいっぱいだったんで、普通の方ですね、普通の方が亡くなってるっていうのが非常に多いんですよね。それが特徴ですね。貧困ではないというか。長引くコロナの影響で今、特殊清掃の依頼が急増している。さらに、人と人との交流が断たれ、遺体発見までの期間が長期化している。遺族や家主から依頼を受け、遺品整理と原状回復を行う特殊清掃の3日間に密着した。これ除菌消臭の薬剤ですね。中のその周期のレベルによって薬剤も変えて
やってますけども、うん、結構ね夏場だとやっぱりこの匂いで、うん、この発見されるっていうケースがやっぱ多いですよね。こちらは70代男性が暮らしていたアパート。男性は一人部屋の中で息を引き取った。男性が発見されたのは亡くなってからおよそ1ヶ月後だった。発生箇所ありましたよね、体液がついたところ、うん、それをまず処理していきます。及川さんによると、コロナ以前に比べて特殊清掃の依頼件数はおよそ 1.5 倍に増えているという。8年前と比べるとやっぱり増えてるって感じですか？増えてる感覚はやっぱありますね。年齢がいってるからとかでもなくて、今増えてるのもやっぱ30代、ね、40代のねやっぱり方もね多分亡くなってるの多いですからね。消毒を済ませ、いよいよ部屋の中へ。流れてる？流れてるっぽいです。流れてる。うん、ただもここで横になって亡くなったっていうのは話は聞いておりますね。この、まあ、ちょっと黒くなってる。黒くなってる、そうですね。部屋の中の状態を見た及川さんは、セルフネグレクトの典型的なセルフネグレクトかなとは思いましたね。最初入った時は。亡くなっていた男性は健康状態が悪化しているのに周囲に助けを求めないセルフネグレクトに陥っていたのではないかと話す。コロナで増える孤独死、これまで数多くの孤独死の現場を取材し、孤独死関連の著書も多い菅野久美子さんにこの中の孤独死の特徴を聞いた。まずその遺体が見つかるまでの期間が非常に伸びてるなっていうのが、あのコロナ禍の孤独死の特徴かなって思いますね。地域の見守りなどが希薄になってるとか、見守り自体が難しいっていうことだと思いますね。元から孤独死はそのあんまりこの 家から出づらいっていう方が亡くなってるって方も多くて、あとまあ高齢者の方とかだとその住宅事情とかもありまして、階段しかないとかで下に降りていくのがすごく億劫になるとか、足腰悪い、そうなるとやっぱりこの家の中で生活してて、あのどんどん衰えていっちゃうっていうことがまあ一つあるんですけども、まあ、コロナになってやっぱりそういうね、人と人とそもそも会う機会がなくなって家から出なくなってるっていうことで、まあ獲得してると思います。缶が多いんで、あのやっぱり種類が多いと選別が大変なんで、逆に缶で軽いんで持ち運びも簡単といったらあれなんですけど、コンロが置いてないもんね。そうだからガスで、あの状態だとお風呂も入ってない状態じゃん。そうですね、だからガスは止まっちゃってんじゃないかな。払えなかったんですかね、やっぱりガス代を。昼食後、午後の作業が再開した。うん、ちょっと匂いついてるね。そうですね、飲食系の、例えばコンビニの食べたゴミ袋とかはないので、どっちかっていうと書類とかあとは新聞等が多いので、汚いというよりは片付けが、まあ、あまり得意ではなかったのかなというようなイメージですかね。
なぜ男性は孤立してしまったのだろうか。そうですね、やっぱり社会的孤立って言いまして、その背景に、孤立の問題がすごくあると思うんですけども、ただ一回そうやって崩れてしまうと、そこに誰もこう介入してくれないっていうんですかね、助けてもらえないっていうことがあると思います。3分の2ぐらいものの方が搬出できたかなと思います。でまず動線を確保するということで、入り口の方からやらさせていただいて、今奥の方の作業をさせていただいてますね。これは一新ですね。一応この本は全部娘さんが保管するということで、家族ですね、家族の方と。もうね、そういうのが減ってますからね、家族との絆が。だからこういうことがやっぱりね、年々増えてるんじゃないですかね。で全部この窓口は今弟さんが窓口になって、部屋に残された遺品から生前の生活の様子が垣間見えた。これゴミっていう人もいるし、これが遺品っていう人もいるし、私はもうこれも遺品だと思ってる。以前は会社を経営していたようだった。前の、経営した会社が倒産、おそらく倒産して、その後一人になって、でその仕事がずっと何十年も警備員をやられてたみたいですね。で旧警備員の方も仕事がクビになって、でその後デパートの方に勤めてたみたいですね。本当人それぞれなんですけども、孤独死する理由っていうのは、ただちょっとした人生のドロップアウトっていうんですか、例えば失業してしまったとか、あと病気になってしまったとか、ちょっと足が動かないとか、そういうのから孤立してることで誰にも助けを求められずに、そのまま亡くなってしまうというか、非常に辛い、体も心も辛い状態で孤立して亡くなって誰にも見つからないっていうことがあるってことですよね。昔はというか、割とその低所得な方だったり高齢者が多いなって思ってたんですけども、最近は中間層って言いますか、割と実はその、持ち家だったりとか、持ちマンションだったりとか持ってる、裕福とまではいかないけども、ちゃんと生活されてて、その普通の方ですね、普通の方が亡くなってるっていうのが非常に多いんですよね。それが特徴ですね。貧困ではないというか。連日の作業の疲れはないのだろうか。ただ大変とかっていうのも、ほら夏場はね、もう暑いから、とかね、そういうのはあるけど、そういったこの仕事に対しての大変さっていうのは全くないね。実は僕まだ1ヶ月経つこと働いてないでしたか。はい。以前は営業のお仕事をしてました。人からこう感謝されると言いますか。っていうのがすごく身近になって仕事なんじゃないかなと思ってます。そうですね。掃除終わった時に部屋がやっぱ綺麗になると、このやりきったなっていう感じは毎回しますね。
3日間に及ぶ作業も終わりを迎えようとしていた。孤独死を防ぐ方法はあるのだろうか。実はすごく1日か2日ぐらいは生きてたんじゃないかっていうケースも遺族の方から聞いたりしたこともあって、すぐ亡くなるってわけじゃなくて助けて助けてって言いながら実はそういう声を近所の人が聞いてたとかいうケースもあるので、やっぱり早く見つかるともしかして助かったかもしれないっていうケースもすごくありますね、はい、本当はもっと私たちみたいな、ね、会社と行政がしっかりと、ね、タッグを組んで、ねね、見守りサポート、そういうのもやっぱりやっていかないといらないよね。実際それをね、今ほら孤独死とは言ってますけども、でもね、実際それが孤独死なのか、ね、それとも自立死なのかっていうね、いろいろね、まあ、考えさせられる部分はあって、はい、自立死というのはどういうことなんでしょうか。結局やっぱり今一人でもやっぱ生活できるじゃないですか、うん、だからそういう人たちでただお部屋で亡くなられて、それをね、全部それを孤独にしちゃうのかっていうのもちょっと私の中ではね、疑問に思っている部分があって、特殊清掃員たちの3日間が終わった。コロナの影響で孤立する人が増える今、人と人とのつながりを見つめ直す必要があるのかもしれない。孤独死は今も増え続けていると言われる。ラクマチチャンネルでは今後も動向を追っていきたい。